んにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、久しぶりのお気に入り紹介をしたいと思います。2018年かな ?2018 年に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10みたいな月ごとのお気に入りをやってたんですけれども、2019年は1年ぐらいね、ほぼお休みしてしまって、結構ね、リクエストも多かったので、2020年は1月過ぎちゃったんですけれども、2月からね、また月ごとのお気に入りをまた紹介していこうかなって思います。月ごとになくても、3月4月でまとめてやったりとか、2ヶ月とか3ヶ月を1個にまとめてやったりとかもするので、2020年は頑張って続けていこうかなって思います。ということで2月のお気に入りを紹介していきたいと思います。ということで最初はですね、コスメ編から紹介していきたいと思います。最近すごいいいものに出会っちゃってすごいウキウキ。じゃあまず1つ目、じゃじゃーん、バビメロのバレンタインボックス3ローズモーメントでございます。これはディズニーのバッグの中身紹介でもちょびっと紹介したと思うんだけど、これマジで可愛いんですよ。今度出る毎日メイクの動画でね、これ使ってるメイクを出すんですけれども、本当に中身が可愛いの。じゃじゃん、こんな感じのカラーになってます。ピンクがベースのアイシャドウパレットなんだけど、ベージュもあればピンクもあればブラウンもあれば下にラメもあれば、本当にね捨て色がないパレットでございます。私がねちょっと好きな色がね、ここのね4つのラメなんですよね。1234、ここのね4つのラメが本当にねキラキラでね、そしてめちゃめちゃ発色がいいし持ちがいいんです。これを使ってるねメイクはねお撮影してあるんで、そのうち出ると思うんですけれども、本当にねこれおすすめです。しかもねここにね鏡がついてるんですよ。大きいね鏡がついてるんで、すっごい便利なんですよね。旅行行く時とかオリジナルグッズのポーチ、これ持ち歩いてるんだけど、これの中にこれをボーンって入れて、こっちにね大きい鏡がついてるんで、別でねこういうね大きめの鏡とか持っていくのもいいんですけど、これだとねやっぱりちょっと荷物が多くなっちゃうんで、これでメイクしたりとかしてますね。本当にねいいアイシャドウパレットに出会いました。で、もう一ついいなって思って買ったものがあるんですけど、じゃん、みんな大好きクリオのプロアイパレットスモーキーピンクっていうこのねカラーを買ったんだけど、これもねもちろんすっごい綺麗で、私前ねご利用してたんだよ。ゲットリディビジミの時かな、それと並ぶぐらいねこれがねめちゃめちゃいい。私はねこの2つが最近はお気に入りでね、こっちかこっちよく使ってますね。マットもあればキラキラのラメも入ってるっていうね、そういうパレットをねお探しの方はこちらのバビメロとクリオのパレットお試しくださいませ。はい、ということでお次こちら、じゃじゃーん、メンソレータムのリップフォンデでございます。これは普通のリップなんだけどめっちゃプルプルになります。フォンデュってなんだっけ、調べよう。公式ホームページ、うるうるのツヤツヤのチューするリップって書いてありますね。潤いしっとりツヤツヤ唇に美容液オイルが唇に密着し、唇自体をラッピング、柔らかくとろけるオイルベールで潤いを閉じ込め、たっぷり潤った唇をキープということで、これねめちゃめちゃカラー出てるんだけど、この前薬局に行ったらこの色が出てて速攻買いました。めちゃめちゃ可愛くて。で、私が持ってるのはピンクとゴールドとこれ。ピンクとゴールドもめちゃめちゃよくて、ゴールドはロレアルパリのさゴールドリップあるじゃないですか、それにめちゃめちゃ似たプチプラのリップが出たっていうことで、私も買って、結構ねどこも売り切れてて、私ドンキで探して買ったんですけども、すっごい可愛かったんで、それの色違いだったら絶対可愛いだろうと思って買いました。色はねこんな感じ、パープルなんですよ。で、これのねちょっと難点がですね、一回グリってやって出るじゃないですかリップって。で、これをね戻すことができないから、出しすぎ注意なんですけれども、一回つけてみますね。伝わるかな。めちゃめちゃプルプルなんですよね。ツヤ感がすごいし、こっちのねリップの中にシルバーとか青っぽいラメが入ってるんですよ。すっごい可愛いんだよね。唇が乾燥してる人にもいいし、グロス代わりでつけるみたいな感じでもいいし、これ自体が少し紫が入ってるんで深みのある赤とかになったりとかするんで、私はよくこれを使いますね。安いんだよねこれ。多分300円とか400円だったような気がする。まあその場所にもよるけど400円前後で売ってるらしいです。ということでお次こちら、じゃじゃーん、デジャビュのラッシュアップマスカラでございます。私前までマスカラをつけない族だったんですけれども、インスタグラムでいろんな方の写真を見るんですけれども、みんなマスカラ塗ってて、みんなまつげ綺麗だなーって思って、私もマスカラデビューしました。あんまりがっつりね、黒っていうのがあんまり好きじゃないので、私は今回ブラウンを買いました。こんな感じの色味です。結構ブラウンなんだけど、ブラウンを塗ることで抜け感が出るっていうか、ちょっと色素薄い系のメイクになるっていう感じですね。目がめっちゃ塗りやすい。さっき見せた通り、ブラシがすっごい細くて、下まつげがめっちゃ塗りやすいの。私が今まで使ってきたマスカラが太いブラシのものしかなくって、細いのに使ったことなかったんですけども、もうめっちゃ使いやすそうだなと思って買ったら、本当にそのまま使いやすかったです。ということで、コスメ系は以上でございます。お次はですね、ちょっと雑貨っぽいものを紹介したいと思います。まず最初、こちら、じゃじゃーん、オーマイミニーマウスオーマイカフェで買ったこの巾着でございます。動画のね、最中に買ったよっていうのを紹介してるんだけど、めっちゃ良かった。絶妙な大きさなんですよね。だいたいさ、巾着ってもう一回りぐらいちっちゃいやつなんだけど、これはね、めちゃめちゃいいんですね。で、サテン生地がマジで可愛い。で、リボンもね、黄色になってこんな感じ。私はコスメだったりとかを収納しようかなと思って買ったんですけども、旅行の時とかに下着を入れたりとか、これ結構ね、サテン生地も厚いので透けないから、下着を入れたりとか、あとトラベルセットを入れたりとか、すごいいろんなね、使い道があるんでね、ぜひね、オーマイカフェに行った際には買ってみてほしい。めっちゃ可愛いから。ということで、次ですね。次、こちらです。なんだっけこれ、ソニーの RX100M5 っていうコンデジでございます。去年に新しく買ったんですけれども、1年間ずっと引き出しの中で眠ってました。で、私ね、今ね、使ってるカメラが、ルミックスの G7 だっけなっていうね、一眼レフっぽい形のカメラを使ってるんですよ。で、これをね、やっぱ持ち歩くと、どうしても荷物が大きくなっちゃったり、トートバッグで行かなきゃいけなかったり、カメラバッグに入れて移動しなきゃっていう時が多々ありまして、私あんまり荷物多くしたくないタイプの人間なんで、ちっちゃいバッグとかにもね、入るようなこれをね、最近使い始めました。使った動画はね、くまみきちゃんとディズニー行った時にこのカメラをね、久しぶりに使ったんですけども、なかなか良かったです。オートフォーカスがマジで早いんだよ。カメラ使ってる人ならわかると思うけど、やっぱりピント合わせるのって、遅いカメラだったり速いカメラだったりあるんだけど、これはね、めっちゃ早いし、でもね、高い。10万円ぐらいしたんでだよね。高いんだけど、その分すっごいいい性能なので、私はおすすめですね。これ写真も綺麗に撮れるし、動画も綺麗に撮れるし、マイク接続しなくても音声がいいので、私は大好きですね。最近ちょっと外行く時はね、これに頼ろうかなって思ってるんだけど、コンデジもいいんだけど、やっぱ今使ってるカメラがね、一番綺麗なんだよね。コメントでよく、カメラの画質めっちゃいいみたいな。そうなんですよ、これマジでいいんだよね。オタク感出しちゃってるんだけど、いや、もう本当にこのカメラが良すぎて、ちょっとこのカメラ離れができてないんですけども、まあね、いろんなカメラに挑戦していこうということで、これもね、最近使っててお気に入りだよっていうお話でした。次、じゃじゃじゃーん、ニンテンドースイッチスプラトゥーンでございます。1月っていうか、もう今年入ってからずーっと毎日のようにスプラトゥーンしてて、もうね、楽しくて仕方ない。前まではね、縄張りとかやってたんだけど、最近ね、ガチマッチ好きすぎて、ガチエリアが最高で S ランクまで行ったんですよ。ちょっと今下がっちゃって A プラスになっちゃったんだけど、一回ね S になってもう嬉しくて嬉しくてたまらなくてずーっとやってます。で、3月の20日だっけなにあつ森出るじゃないですか、集まれ動物の森。私もちろんやるので、ゲームチャンネルでね、それをね、動画上げるので、ゲームチャンネルの方よかったら登録しといてください。スプラトゥーンの動画もね、録画してあるので、今度アップしようと思うので、よかったらチャンネル登録とベルボタンでね、通知ボタンも押しといてくれると嬉しいです。この前ね、インスタでね、動画のリクエストを募集したところね、あつ森やってっていうね、コメントがたくさんあったんで、必ずやりたいと思います。ということで、雑貨っていうかコスメ以外のものは以上です。で、最後にね、1個食品を紹介したい。こちらです。ストロベリー大好き。きなのよ、いちごが。来週にね、また例の4人でいちご狩り行くんですけれども、いちごが大好きで大好きで、もう2日に1回ぐらいスーパーに行っていちごを買って食べてました。まあ、大好きだよっていうことです。はい、お気に入りでございます。はい、ということで以上2月のお気に入りでした。久しぶりにお気に入り紹介したんで、マシンガントークしまくっちゃって、多分結構長めの動画になっちゃったと思うんですけれども、2月はねこの子たちに支えられ生きてきましたということでございます。もう3月に入っちゃったんですけれども、3月もね何かお気に入りの商品がありましたら紹介したいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。